ご視聴ありがとうございます。中国成都市を走るファーウェイの新型 EV IT M9 のドライブレコーダー映像を見てください。天候は雨ですが、日中であり見通しもよく、信号待ちをしている前の車との距離も十分にあるようです。しかし IT M9 は全くスピードを落とす気配もなく、信号待ちをしている車に激突しました。停車中の車に追突した IT M9 の所有者は、車は時速80キロ以上と比較的速いスピードで走行していましたが、 IT M9 の自動ブレーキは作動せず急ブレーキを踏みましたが、衝突を避けられませんでした。そしてこれほどの事故でも、肝心のエアバッグは運転席助手席ともに開きませんでしたと語っています。所有者は事故後ディーラーに、自動ブレーキが全く作動せず慌てて踏んでもすぐに効かなかったこと、またなぜこれほどひどい衝撃にもかかわらずエアバッグが開かなかったのか、何度も繰り返し質問したといいます。しかしディーラーからの回答は納得のいくものではなかったようです。車の所有者は、ファーウェイの車がサービスと製品品質の両方でこれほど劣悪だとは思いませんでした、これは到底受け入れられませんと語っています。ファーウェイの新型 EV IT M9 が停車中の車に追突した動画は中国の SNS で拡散。ドライバーが自動システムを過度に信頼すると何が起こるか、多くの人々に思い起こさせました。確かに IT M9 のドライバーは、ファーウェイの自動ブレーキシステムが自分の安全を守ると信じ、道路状況や周囲への注意を怠り運転していたことは事実です。しかし成都市で起きたファーウェイの最新型 EV が起こした衝撃的な事故は、洗練された外観と未来的な内装にもかかわらず、このハイテク自動車の安全性と性能について中国の人々に深刻な疑問を投げかけています。 IT は2021年12月に設立された中国のセレスグループとファーウェイによる電気自動車ブランドです。車両はファーウェイが開発した独自の OS ハーモニー OS を搭載、高度なインフォテインメントシステムや自動運転支援機能を特徴としています。事故を起こした IT M9 は、2023年12月に発表されたばかりの同社の最新型 EV です。しかし IT M9 の運転は、その洗練された見た目よりもはるかに危険なようです。この事故では車のフロントフードとヘッドライトは大きな損傷を負い、オプションのスマートヘッドライトだけで28,000元、日本円で約60万円という費用がかかったと報告されており、所有者にとってはかなり重い負担です。ドライバーはどのようにして公共バスに衝突したのでしょうか。ここでもファーウェイ自慢の最先端の自動ブレーキシステムは作動しませんでした。ファーウェイは自動車メーカーとの協業形態を標準部品モデル、ファーウェイインサイドモデル、ファーウェイスマートセレクションモデルの3種類に分けています。標準部品モデルでも、ファーウェイが自動車メーカーにライダーやミリ波レーダー、カメラなどのほか、車内の電源管理部品や熱管理部品などを提供。ファーウェイインサイドモデルでは、ファーウェイが開発したスマートコックピットやスマートドライビング用システムのほか、ライダーなど30以上を搭載。ファーウェイスマートセレクションモデルでは、さらにファーウェイが自動車の設計や位置づけ、ユーザーエクスペリエンスなども含むフルスタックのスマートドライビング用ソリューションを提供しています。ただし車両の機械系統やシャシー調整などの部分は、これまで通り自動車メーカーが担当する形となっています。自動車メーカーのセレスグループは一般にはあまり知られていませんが、ファーウェイの技術力の信頼により、現在では新型 EV の IT M9 などが多くの人々の注目を集めています。 IT M9 の価格は25万元、日本円で約530万円からで、中価格帯で30万元、日本円で約640万円、ハイエンドバージョンは50万元、日本円で約1070万円にも達し、国際的なトップクラスの高級車ブランドと同等になっています。しかし最近起こった IT M9 の自動車事故により、
ファーウェイが発表する自動車の安全性と性能についての懸念が大きく浮上しています。衝突直前、ドライバー自らブレーキをかけようとしたデータがあったにもかかわらず、大幅な減速は見られず、ブレーキシステム自体にも重大な欠陥があったことも考えられます。前側には2つのエアバッグがありましたが、メーカーの発表ではエアバッグシステムは正常に作動していたが、特定の条件が満たされなかったために作動しなかったとのことです。しかし、メーカーが言う特定の条件とは何でしょう。エアバッグを展開させるのにどの程度の衝撃が必要なのか、多くの人が疑問を抱いています。多くのメーカーとの協業で、ファーウェイは自動車ブランドのメーカーとして今や中国で自動車業界で支配的な勢力となっています。しかし、ファーウェイの EV が中国で有名になったのは必ずしもテクノロジーの面ではありません。ファーウェイの EV はメディアや競合他社との対立で評判を築いてきました。最近の有名な紛争の一つは、ファーウェイと中国の大手自動車プラットフォームとの衝突です。2024年1月からファーウェイは中国の大手自動車プラットフォームとの協力を停止しました。中国において大手自動車プラットフォームとの協力は、自動車メーカーが製品を宣伝販売を伸ばすために不可欠だと考えられています。そのため、ファーウェイが大手自動車プラットフォームとの協力をやめるという決定は、中国の自動車業界でかなりの注目を集めています。この対立は、自動車プラットフォームが2023年のテスト結果、厳しい寒さの条件下での純粋な電気のみでの航続距離達成率ランキングを発表したことから始まりました。このテスト結果で、ファーウェイの EV ガイト M7 は 31.6% の達成率で最下位にランクされました。そして、この順位は明らかにファーウェイの上層部を苛立たせました。中国政府が支援する著名なブランドとして、同国でファーウェイは国家の誇りとみなされています。同時に、ファーウェイは長年にわたり業界や消費者からの批判を受け入れないという評判も築いてきました。同社のスマートフォンをはじめとする IT 商品、そして現在の自動車など、ファーウェイは一貫して頑なに自社の欠陥を認めることを拒否してきました。ファーウェイインテリジェントオートモーティブソリューションビジネスユニットの CEO ユチェンドン氏は、今までと同様、この自動車プラットフォームのテスト結果に強い反応を示しました。チェンドン氏は、厳しい寒さの条件下での純粋な電気のみでの航続距離達成率ランキングテストを偽りの情報に基づいた悪意のあるテストだとし、ファーウェイの評判を不当に下げたと非難しました。しかし、直後、自動車プラットフォームの関係者はテスト前に基準を公開していたことを明らかにしました。関係者は、テストでは前夜に各社の EV 車を完全充電、一晩放置してから同一の時間にスタート、運転席を含めて 60kg の均一な荷重がかかるよう厳密に重量を調整していたとしています。同じように、ファーウェイの発言が注目された2023年末に起きた別の事例を見てみましょう。この論争は、中国の EV ブランドシャオペンの会長カショウ・ホウ氏がインタビューの中で、衝突被害軽減ブレーキ AEB 技術についての見解を述べたことから始まりました。同氏は実際の社名を挙げなかったものの、ライバル企業の AEB の主張の 99% が虚偽であると述べ、これらのプロモーションは公式の企業リリースではなく、短いビデオで捏造されたものだと述べました。同氏はさらに、調査した結果、彼らの AEB 技術は実質的に使用できず、システムの誤った判断が頻繁にブレーキエラーにつながることを発見したと述べました。カショウ・ホウ氏はライバルブランドを明確にしませんでしたが、ファーウェイはコメントが自分たちに向けられたものであるとすぐに推測しました。問題になったビデオは、ファーウェイのユ・チェンドン CEO がアイト M7 の発表時、搭載される衝突被害軽減ブレーキをテスラと比較し、ファーウェイの技術が優れているとしたものです。同氏はビデオの中で、同社の衝突被害軽減ブレーキの能力範囲は
今までの時速 60km から時速 80km まで向上したと述べました。その後、ファーウェイのユチェンドン氏は SNS で自分たちに向けられたシャオペン会長の発言に対し、ある自動車メーカーの一部リーダーは AEB が何であるかさえ理解していないと皮肉交じりにコメントしました。しかし中国ではファーウェイの過度な宣伝が経験不足のドライバーたちに AEB に対する過度な依存をもたらしているのだとする声もあります。冒頭に紹介したドライバーのように、ファーウェイの AEB があればどんな状況でもブレーキを踏まずに高速で車を安全に停止できると信じているかもしれません。ファーウェイの AEB に対する過度な宣伝は金銭的利益のために人命を危険にさらしていると見られる可能性もあります。今回の動画を見て、皆さんは自動ブレーキや自動運転技術に対してどのような印象を持ちましたか？またこのような事故を防ぐために自動運転車の安全基準や規制はどのように強化されるべきでしょうか？よろしければあなたの考えをコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録いただければとっても励みになります。よろしくお願いします。